皆さん、こんにちは。平井卓也です。昨日、第173回、臨時国会がスタートしました。昨日の鳩山首相の所信表明演説を受けて、明日から代表質問が始まります。私も、ダイアリーも再開をさせていただきまして、政治活動を報告させていただいておりますが、自民党の中における役職も決まりました。まずは内閣委員会の筆頭理事を、与党の時から引き続き、お引き受けすることになりました。与党の筆頭理事から野党の筆頭理事になるというのは、私、今回大変異例の人事だと思いますが、内閣委員会は7人、もしくは8人の大臣が所管するという非常に範囲の広い委員会ですので、全力を尽くして野党として建設的な議論を深めていきたいと思います。また、広報と報道、この2つを担当することになりました。この度新設の報道局は、幹事長室直轄で、これから総裁や政調会長の記者会見、自民党としての、PR 活動に努めたいと思っています。また、広報の方の担当としてはですね、自民党の広報活動を小池本部長の下で戦略を立てて実施するという役割であります。ですから、この報道局の次長と広報戦略局長という2つの役職を、自民党の新しいスタートに合わせて強化する上で全力で頑張らなければならないと思っています。その他にもいろいろと役職が来そうですが、野党の立場ですから、すべてお引き受けをして全力を尽くしたいと考えています。今日も、財務金融部会の部会長代理という立場で部会にも参加させていただきましたが、今の民主党の財政政策というのは極めて危ういと私は思っています。その意味で、これは後藤田部会長と一緒になってですね、この補正予算の、カット、これがいかに社会に対する影響があるかということを含めて正していきたいと考えます。ちょっと話は長くなってしまいますが、補正予算に関して民主党は無駄をカットすると言ってます。約3兆円に積み上がったということを喧伝されていますが、実際は本当にその停止、凍結された予算が無駄であったかどうかという検証が必要だと思います。ましてや、その同じような項目の予算が来年の本予算の中で要求されるようなことがあったとすれば、これは無駄をカットしたのではなく、予算を作り変えただけではないかと私は思うんです。ですから、本当に無駄ということを指摘するのであれば、その無駄の根拠も明確にしていかなければならないと思います。今、日本の経済の状況、雇用の状況はさらに厳しくなっています。今、表向きの失業率は5%台ですが、雇用調整助成金という形で、国が企業に代わって抱えている方々、250万人を超えるような状況ですから、実質アメリカと同じ9%を超える失業率です。で、そのような状況の中で、果たしてこの補正予算をカットするというようなことが本当にできるのかということがまず大きな疑問です。一方で、民主党の政策はやっぱり財政に対する疑念が大きいと考えています。暫定税率の廃止で2.5兆円、そして子育て支援には2.6兆円の財源がいります。高速道路の無料化でも6000億、これだけざっと考えてみても全部で5.7兆円のその歳入が必要になってくるわけですね。で、そんなことをどのような形でやるのか、赤字国債をどんどん発行すれば長期金利の問題にもつながってくるし、財政破綻という言葉が私の脳裏をよぎってしまいます。そういうことを考えると、予算委員会等々で正さなければならない論点は非常に多いし、それをちゃんと与党と野党が話し合いをしながら議論を深めなければ、国民が本当に安心できる状態にはならないと思います。11月30日までの臨時国会です。
36日間しかありませんが、全力を尽くして頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。